佐賀競馬10レース、佐賀記念2000です。能力偏差値ですが、A ランク1等、B ランク2等、C ランク3頭のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。2枠2番、グランブリッジです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは A ランクとなります。金5層では前層 2層前に黄色線を上回っています。特に前層は、黄色線を23上回る優秀な指数をマークしています。能力的には、一歩リードしています。連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は2 0 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は、オレンジ色の着順が2着で、紫の丸が2100。 2100が適距離ですが、2走前の紫の丸、1800では停止数となっています。2000は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプが4頭います。この一角侵入予想図の状況からは、 ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は4番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は5。1で6位です。上がり指数は4。9で3位です。 まずまずの上がり指数でちょい差しを見せられそうです。展開面は若干のプラス評価をしていいです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。良馬ババでは指数を落としています。明日も、両馬場ババならマイナス評価した方がいいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も、 馬体が増えていれば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。8枠11番、乗っ取るのです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、2層前、3層前、4層前、5層前に黄色線を上回っています。特に2層前は、黄色線を11、3層前は、 黄色線を11上回る優秀な指数をマークしています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が1800 3層前は紫の丸が2000 2000は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は後ろから 三走前は花を切っての競馬です。先行も差しも良い自在タイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は66で5位です。上がり指数は49で5位です。先行力、上がり指数とも平凡で、自在に立ち回れないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。 三枠三番名称粉塵です能力偏差値は三位で偏差値ランクは b ランクとなります金五層では前層三層前四層前五層前に黄色線を上回っています特に前層は黄色線を11三層前は黄色線を13上回る優秀な指数をマークしています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです 距離適正を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が21003層前は紫の丸が21002100 21が適距離ですが2層前の紫の丸今回と同距離の2000では低指数となっています2000は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと 1>, 1走前は3番手からの競馬です。3走前は花を切っての競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は99でトップです。上がり指数は52で2位です。楽に先行できる高い先行力を持っています。展開面はプラス評価していいです。馬体重を見ていきます。馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も 馬体が増えていれば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。8枠12番、k i パープルです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前、3層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は紫の丸が21003走前は紫の丸が18002000は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は2番手からの競馬です3走前は8番手からの競馬です先行も差しも良い自在タイプです展開分析シートに切り替えます先行力は77で3位です 上がり指数は46で7位です。まずまずの先行力で前目につけられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。レース感覚を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は14週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース感覚はマイナス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。 暫定二0丸を打った2番の対戦成績は3番に対し1勝0敗と勝ち越しています。2番の対戦成績は高評価できます。暫定丸を打った11番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。暫定黒三角を打った3番の対戦成績は11番に対し1勝0敗。12番に対し1勝0敗と勝ち越しています。3番の対戦成績は 高評価できます暫定白三角を打った12番の対戦成績は11番に対し0勝1敗3番に対し0勝1敗と負け越しています12番の対戦成績にはリスクがあります以上の適正分析を考慮しました最終の予想印です本命20丸を打ったのは2番グランブリッジです能力偏差値はトップの A ランクです距離と 枠順にリスクはあります展開とレース感覚と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは11番ノットルノです。能力偏差値は2位の B ランクです。黒三角を打ったのは3番名将粉塵です。能力偏差値は3位の B ランクです。距離にリスクはありますが、展開と対戦成績を高評価しました。白三角を打ったのは 7番「キリンジです。能力偏差値は6位の C ランクです。展開とレース間隔を高評価しました。以上指数グラフメソッドによる能力・適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります。是非指数グラフメソッドをお試しいただき。 ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。